녕하세요하린입니다今日はなぜ動画を回したかと言いますと、留学と言ってもまあいろいろ留学方法って言ったらあると思うんですけど、なぜ留学したいのかっていうのを相手に伝えないといけないっていう場合あると思います。あの面接でね、なんか選抜してその中で何人かだけが留学に行けるとかいう場合は、なんで留学に行きたいのかっていうのが結構聞かれると思うんですけど、そういう時に役立つ動画になると思うので最後まで見てくださると嬉しいです。私がこの動画を撮ろうと決めた理由がですね、質問でハリンちゃんと同じ留学会社で留学しようと思ってるんですけど、どういうこと聞かれましたかとか、作文どうやって書きましたかとか、そういう質問がすごい多くて、面接とかもその時その時で変わると思うし、大体私はこういうこと聞かれたよっていうのは言うようにはしてたんですけど、で私が留学した時に書いた作文が今出てきたので、そちらをちょっとね読んでみたいと思います。でね、この時の課題作文のテーマが、私はなぜ韓国短期派遣プログラムに参加するのかっていうテーマで、留学をして何を得たいのか、どのような目的目標を持っているかなど中心にまとめてくださいっていう作文のテーマがあったんですよね、私の場合は。でもまあ一応こういうテーマやっていうのはなってるけど、私自分はなぜ留学をしたいのかってことやから、志望動機みたいな感じのことを書けばいいっていうことですよ。得たいこととかね、目標を書くんですけど、読みたいと思います。まず、はい、私は小学生の時にテレビで韓国のアイドルやドラマを見て韓国に興味を持ちました。そしてインターネットや本などで韓国の文化や人たちの考え方を少しずつ知っていくにつれて、同じアジアなのに日本と違う点の多い韓国という国にますます興味が高くなりました。また調べていくうちに韓国には反日の方が多いということも知りました。そして日本のマスメディアは韓国の悪い部分ばかりを取り上げているように私は思います。しかし私には今韓国人のメール友達の A さんがいて、 A さんと韓国や日本についてのいろいろな話をしながら情報交換しているうちに、日本に興味を持っている同年代の韓国人は多いということが分かりました。 A さんは小さい頃から日本のアニメが好きで、それを見ながら育ったと言っていました。そして韓国で日本のアニメやドラマがとても人気あると知りました。反日のイメージが強い韓国なのに日本のアニメが放送されていてみんなが見ていると知り、とても嬉しかったです。 A さんにメールや電話で話すことで同年代の共通点を発見すると同時に違いを感じて驚くこともありました。最近 A さんと電話で話していた時のことです。 A さんは今親が家に帰ってきたからちょっと待っていてと言って親のところへ話をしに行ってしまいました。大事な用事かなと思っていましたが、聞いてみると挨拶をしてきただけだよというので驚きました。韓国人は目上の人を敬うという話は私は耳にしたことはありましたが、やはり日本とは大きく違う点があるんだなと思いました。そこで私は韓国の高校生と触れ合って先入観を持たずに、日本のアニメや韓国のドラマなどの話をすることで仲良くなり、もっとお互いの国を知りたいです。そして自分と同年代の韓国の学生の生活や考え方を韓国の高校に通いながら学びたいです。ホームステイをし韓国の高校に通うことで、先生と生徒の関係や親子の関係、そして同年代の接し方はどうなのか、日本との共通点や相違点をもっと見つけて自分の目で確かめたいです。私はこの留学プログラムを通じていろいろな年代の韓国の方とコミュニケーションを取ることで韓国人の優しさや人間性を知り、日本であまり良いイメージのない韓国という国の良さを少しでも実感し、周りの日本人に伝えたいです。私は日本と韓国の若者たちがもっと強いつながりを持つことで日韓関係の未来は明るいものになると思います。私はその未来へのステージの一歩を踏み出したいです。まあね、大体韓国と日本の留学をこうね支援してくださってる会社とかってのは、日本と韓国の関係が良くなってほしいっていう思いで交換留学をね支援してるところって多分多いと思うんですよ。私もそうやと汲み取って、作文の最後にはこういうなんか韓国と日本の関係のことについて書くっていうのが、大体一般的にそういう感じのが多いんじゃないかなって私は思ってます。自分のこうやって経験談とかも入れて書いた方が、面接する時とかにも多分話拾ってもらいやすいし、自分の経験じゃないことを書きすぎると質問された時に答えで困っちゃうから、私はいつもなるべく自分が経験したこと、話を返しやすい内容のものを何でも、まあ作文でも発表するにしても使うようにしてます。大学の入学の時の自己紹介書をなんかめちゃくちゃ大量に書いて、自己紹介書と計画書っていうのも書いたんですけど、それ今ちょっと残ってなくて、
紹介はできないんですけど、それもまあ自己紹介者やから自分のことじゃないですか。で、面接の時にほんまにその子の本人が書いたものかっていうのをすごい確かめられたんですよ。なので本当に自分が思ってることを整理して書く練習やと思ったらいいと思います。私のこれが完璧な作文やとは自分では思ってないし、でもこうやってなるべく自分の実体験だからこれがしたいっていうのをなんか自分の中でこう完成してるっていうのが、私はなんか書くときに大事やなっていう風に自分で思ってて、そういう風に書くようにしてます。なのでこれ全く同じのを皆さんに勧めるわけじゃなくて、自分なりに考えてこう文にできるぐらい、相手に説明できるぐらいの志望動機じゃないですけど、私はだからこうしたいっていうのを作文にまとめるためにはまず自分が分かってないとダメじゃないですか。だから自分はこうだからこれがしたいっていうのを的確に伝えれるような、まずはそういう準備から始めてみたらいいんじゃないかなって思います。で、私が留学、短期留学と正規留学で2回してるんですけど、短期留学の時は英語のテストも別であったんですけど、その後に韓国語で面接があったんですよ。その面接ではまあこの子が韓国語がどれぐらいできるのか、留学してもある程度の言葉が喋れるのかっていうのを見られてた気がします。だから内容としては全然難しいことは聞かれてなくて、私とね同じ留学考えてる方は参考にしてくださったら嬉しいんですけど、まあ面接官の方も変わってらっしゃるかもしれないのでわからないんですけど、その時は今日ここまで何できたのとか、なんか電車でこうこう来ましたとかいう、なんやろ、ほんまに日常会話、留学して一番に何したいとか、韓国料理で何が好きとか、まあそういう感じのほんまになんやろ会話、ほんまに日常会話って感じの会話をした覚えがあります。まあ留学の中でもこうやってね、なんか選抜されて何人かだけが交換留学に行けるとか言ったので、私の場合はね、正規留学をしたいっていう方には力になるのかわからないですけど、もしこういう私と似たような感じの短期留学交換留学のプログラムにね参加したいと思っている方は参考になったんじゃないかなと思います。もしね質問でなんかみんなで共有した方がね良さそうな話とかはこうやって動画にしたいなと思ってるので、よかったら皆さんコメント欄でね動画のリクエストの方をお願いします。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録してくださると嬉しいです。 Twitter のフォローとインスタのフォローも待ってます。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。